ますよ。我は導きたまえ、我は守りたまえ、光る道は我らに。チリーさん、チリーさん、誰かがこのネメシスに開く蛇国水晶のルート以外でタイムワープを。ラビットか。このエネルギーは複数だ。クリスタルパレスに向かったか。この蛇国水晶があれば危険を冒してまで銀水晶を手に入れる必要はない。もうあの星にここまで時間とエネルギーを使うことはないよ。あの星は私のものか。もちろん。あの星は死んでる。違うな。まだあの星の支配者の屍も見ていない。確実にあの星を手に入れなければ。ただいま戻りました。守備は？セーラー戦士3名、例の石牢に幽閉しました。まずはそんなところか。なんで今すぐセーラー戦士を抹殺しないんです？あいつらは甘く見ちゃいけない。ヒール様、予定外の損害を受ける前に始末すべきだ。そんなに奴らが怖いのか？違う。慎重に積み上げてきた計画をただ実行すればいいんだ。なのに兄さんはいつも勝手に。銀髄晶がある限り我らの蛇国水晶が無敵になることはない。奴らはそのためのおとり。ワイズマン、どうなさった？その手は。おそらく小娘にでも噛まれたんだろう。無理はするな。デマンド様、時は来たれり。銀髄晶があの星に。皆の者、前線基地へ向かうぞ。多分時間と時間の狭間だ。これ何？門、扉。そこから先へはいけないの。お前たち。ヴィーナス、ごめんね。21世紀では君を連れていけなくって。やっと蛇国水晶のピアスいただいたんだ。貴様、うっ、うっ、うっ、いや、ロッドが反応しない。蛇国水晶のエネルギーに満ちたこの星ではどんなパワーも吸収されて無力となる。たとえそれが銀髄晶でもな。セーラームーン、ここがお前の安息の地よ。ヒーロー、デッドスクリーン。なんだ。この地を犯す者は許しません。誰だ貴様たち。天王星を守護に持つ飛翔の戦士セーラーウラヌス。海王星を守護に持つ豊陽の戦士セーラーネプチューン。冥王星を守護に持つ変革の戦士セーラープルート。土星を守護に持つ破滅と誕生の戦士セーラーサターン。外部太陽系セーラー戦士ケンザ。外部太陽系戦士緑陰セレンティの危機です。でも銀髄晶の力は心ですよ。そうかな。戦え伝説のセーラー戦士。
ん、変わり果てた30世紀をご案内しようか。誰なの？ブラックムーン一族の王者、プリンス・デマンド様だ。セーラームーン、君次第で未来はいくらでも変わるぞ。私たちの仲間はどこ？あなたは何が望みなの？そう、その目だ。あの時俺を見つめたのも。体が動かない。目を見てはダメ。ムーン、ヴィーナス、どこに？とにかくクリスタルパレスのコントロールタワーに。クリスタルパレスに行けるの。そこに行けばパパが。プルート、プルート、私だよプルート。あれ、おかしいな。プルート、プルート。そうだ、誰も答えはしない。思い出すがいい。そなたの両親は冷酷であった。そなたがいくら叫んでも答えてはくれなかった。誰？助けを求めても手を差し伸べぬ親、それはそなたを愛さぬ証拠。パパはいるのか？パパは。ママはどうした？ママは。思い出すがいい。憎しみの果てにお前は何をした？私は…嫌だ、嫌だ、思い出したくない。さあ、目覚め知らぬ者よ、お前の求めていたものをあげよう。求めていた？私こそがお前を本当に必要とするもの。来るがよい、私のもとへ。さあ、そうだ、さあ、私の手を取るんだ。もう憎しみはなくなる。さあ。まだ目覚め知らぬ者よ、覚醒を。